どうもこんにちは、にごとのケンティと元旬代理メンバーの押しかけるです。本日は同じ大学の先輩で大手 IT 企業に内定された星さんに、学歴関係なく行きたい企業に行く方法と大企業の選考に突破する方法、この2個を今日はお聞きしたいと思ってます。ケンティではね、大企業とか行きたいってこと？明確な明確な目標とかないんですけど、どっちも今見てるって状態で、でもし就活もしてるんだ。はい、就活はちょっとだけしてます。具体的にサマーはまあまだ5社ぐらいしか出してないんですけど、でも5社出してるの偉いと思うけどね、はい、あとはい、OB 訪問容認しました。偉いね。はい、早すぎん、はい、マジ。なんかあれなの、就活のなんかゴールみたいなというか、自分こうなりたいとかそういうのあったりする？でもなんか3つ軸みたいなのあって、就活の軸みたいな。あ、あるんだ。あるけど、でもなんかまだぼんやりですね、めっちゃ。3つ言います、うん、はい、楽しく仕事がしたい楽しく仕事がしたい、うん、まずそれはもうめっちゃ思ってること。なんか楽しく仕事できれば伝わってくるできれば、うん、能力も勝手にあのたくさん働けるか、勝手に能力も上がるみたいな。好きこそものの得意になるっていうそれです、やつですね。はい、はい、はいはい、上手になりちょっと上手になりですね。やばい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 、選手大学やばい。好きこそ好きこそものの上手になるってやつ、それです、それです。はい、2個目がなんか成長環境が欲しいみたいな。できるだけ早く成長して能力高めていけば、確かに仕事が楽しくなるかなみたいな。確かにできれば楽しいよね。はい、それです。3つ目、これ一番重要です。両親が自営業ですよね。それの助ける人材になりたいなみたいなところがあって、はい、そこは絶対なんか助けたいなみたいな思ってて、それで今回なんですけど、もうなんか僕まだゴールもぼんやりしてて、就活も何すればいいか分かんないみたいなところなので、それをお聞きしたいです。一等コマ線って実際大企業行けるのかなみたいなところがあって、どうしてもやっぱ不安で、うんうん、確かに友達とかもやっぱり大企業行きたいって人あんまいなくて、うん、なんかまあそこそこのところでいいやみたいな人が結構多くて、どう思います？なんかポイントとかあるんですか？ぶっちゃけさっきさ、周りがそもそも大企業行こうとしないみたいのあるじゃん、うんうん、結構、まあ、一等コマ線あるあるかもしれないんだけど、はい、多分ね3つぐらいポイントあって、もう多分最初にまずさっき言った通り、そもそも、まあ、行く気がない人もいるし、行けると思ってる人いない、そもそも。いやそれは間違いないと思います。っていうのがあるから、受けないっていう状態が発生するんですよね。まあ、これもう 0% なのよ、入る確率。間違いないです。大企業行ける確率 0% だから、まずいけるって思うというか、とりあえずやってみるっていうのは絶対大事。で、2つ目に、なんやかんや学歴以外でも、学歴高い人って結構頑張ってたりするんだよね、いろいろ大学生活中に。だから、なんか学歴も勝ってるわけよ、こういう学歴で。選手だけ学歴負けてるじゃん。負けてます。で、さらに学生生活でもっと話されてるみたいになってる。なってます。だから普通にどうしようもないさ、どうしようもないなって普通に、はい、受からないみたいな状態になってくる。そうですね、はい。だここを埋めることができれば、例えばね、学歴ないけど TOEIC 190点ですとかあったら、ほぼ頑張れるんだなっていうか、ちゃんとできる子なんだなっていうのが証明できるから、これが2つ目大事かなと思ってて、3つ目にあるのが、就活に対してめっちゃ頑張るか頑張んないかみたいなところあって、就活でバカにしがちなところあるによるんだけど、学歴高い人ね、何でも頑張るくついてるのか分かんないけど、めっちゃ頑張ってたりするんだよね。一回なんか OB 訪問みたいなことした時に、なんか俺がじゃあ使ってたそのスプレッシュみたいなの見せてあげるよみたいな感じで見せてもらったんだけど、もう一つの企業に対して10個ぐらいなんかシートあって、この企業の競合はこういうところとか、じゃあ一次面接はどういう質問が来るか、どういう回答するかっていうのとか、二次面接はどういう質問が来てどういう回答するかとか、なんかそういうのをちゃんとやってんだよね、一つの企業に対して、うん、っていうのがあるから、就活って一つのこの宅建に対する努力量でも負けてるみたいな。何も勝てない。いや、そう、何も勝てない、はい、何も勝てないね。でも逆に言えば、そこの3つさえ埋めてしまえば多分いけるよね。そうなんですね。今もうサマーインターン始まってると思うんですけど、うん、実際いつから始めるべきなんですかね、就活って。いや、それは行きたい企業によるな。例えば、はい、サマーインターンとかやって早めに受かるような企業とかだったりとか、例えば外資とかだったら締め切りがサマーインターンぐらいのタイミング終わっちゃったりするところもあるから、そういうところは多分受けなきゃいけないよね、うん、で、あとはその企業が例えばインターンとかちゃんと志望度高く、かつインターンで成果も出せる人を取りたいのであれば、インターン参加した方がいいだろうし、僕は結構実力主義の方の会社に入ったから、どっちかっていうと学知化みたいなところをちゃんと見てくれるところだったんだよね。だから大学3年生の3月から本格的に就活始めたけど、普通に選考受けて受かったから、学知化を大事にしているような企業であれば、多分俺はだったらサマーインターンとかあんまり行かずに、自分のやりたいこととか話せそうなこととか頑張れることとかをやるし、インターンとか通っていた方がいいだろうな、そういうとこだったら、まあちょっとちゃんと受けてみる、ちゃんと時間かけるってところやってあげればいいんじゃないかなと思うけど、ね、じゃあもうこの時点で、まあ、とりあえずまずリサーチとか業界みたいなのを絞っといた方がいいですよね。そもそも行きたい会社が今選考始まるのか、それとも後なのかみたいなところ、あ、確か
確かにそれはでもあるわ。だからそうそう、例えば外資とかでさ、よくガーファムとかさ、もうすぐ終わっちゃったりするから、もう3年の3月かなる前に終わっちゃったりするから、だから大前提、確かに企業の締め切りがいつかとかは調べた方がいいかもしれなくて、でそっから先は、まあ個人的なおすすめは、頑張ったことないのであれば何かしら頑張る時間を作った方がいいと思いますね。就活以外ですか？就活以外で、まあ、3月ぐらいまでは自分がやりたいことを頑張ってたっていう感じで動いてました。星くんの答えとしては、行きたいところによって変わるとか、いつからするかは、けど県って決まってないわけだから、決まってないのであれば個人的なおすすめは何か頑張ること、おっしゃる通り、かつ締め切りとかは受けれないとかなるのはあれだから、調べるのはちゃんと調べた方がいいと、おっしゃる通りいうところで、すげえ。今って星くんはこう就活以外のところの頑張り方を言ってくれたと思うのよ。確かに。けどテクニック的な、要は面接対策とかもあるわけじゃん、ES の書き方とか、でそういうところの対策っていうのは、なんかケンティは今後どういう風に進めていったらいいと考えてますか？まず ES からなんだけど、 ES に関しては、まあ、僕とか特に文章力ね、あんまなかったんで一回書いてみたんですけど、落とされるわけじゃん。だからね、マジ添削命、添削命ですよね。もういかに文章書くのが上手いやつを見つけて、通るやつを見つけて、その人に添削してもらうか、俺は一人もうめっちゃ上手い人いたから、その人にお願いしてたら、まあ元々5割ぐらいしか通ってなかったのが8割9割通るになったから、見せるの大事。でもありがちなのは、もうちょっと上手くなってから見せようとかするかもしれないけど、そういうのなしで、とにかく見てもらった方がいいな。他の人に見てもらうっていうのがすごい大事だと思います。はい、次 SPI になっちゃうんですけど、 SPI は前提なんか青本とか赤本とかあったりするとか、まあ、キリュウ SPI だったり YouTuber とかねいらっしゃるんだけど、まあ、それで勉強するのはまず一定ありで、本とかやるととりあえず結構6割7割ぐらい取れるようになったりして、まあ、基本的に企業で7割ぐらい SPI 取れれば通ったりするらしい。すごい倍率高くなければ、ので多分本1周するとか2周するとかしてあげて、分かんないとこあったなと思ったら、キリュウさんの動画とか見て、あ、ちょっと解説してもらうとかやってればとりあえずは大丈夫だと思うし、あとはなんか時間とか意外と似たような問題出てきたりするんで、あんまり興味ない企業とかで SPI 受けれる企業とかあったら受けてみてもいいかもしれないです。ありがとうございます。わかりました。でも SPI やっぱりどうしてもモチベーションないなっていう。あ、 SPI モチベーションないの？普通ないと思いますよ。SPI はめっちゃコスパいいし、結構7割とか8割のボーダー飲むのが比較的簡単だ。学知科とかに比べたら絶対短い時間で、いや確かに確かに確かに、はい、確かにの勢いが強いな3日とかですもんね。確かに、いや3日とかガチ言えばいけるわけだから、行きたい企業ある人とかはもう絶対やった方がいいと思います。やります。3日バッてやってガッていきます。3日バッてやってガッていこう、はい、いきます。イエイ。ま、SPI 受かったら、まあ、面接あると思うんですけど、専修大学面接受かるんですか？はい。じゃあ次面接の方、はい、お願いします。面接はね、数大事。うわー、そうですよね。めっちゃ数大事。数大事？具体的にどのぐらいですか？いやでも結構俺10個ぐらい受けてやっとつかめてきたかなって。例えば俺勘違いしたのが、はい、優秀なやつ取るでしょ、思ってます。思ってます。思ってるじゃん。はい、思ってます。僕こんなことしてきたんですよみたいなことでバーって話したら、うん、全然受かんなくて。なんで？なんでかっていうと、はい、新卒採用って一括でポテンシャル採用である場合が多くて、ってなると、なんかこいつできるっていうやつよりも、おい一緒に働きたいなって思ったやつの方が採用されやすい。なんでそういうのに気づくのって、多分何回も受けてって落ちて、いやなんでだろうなってなって改善してっていうのを繰り返したりすると分かってきたりとか、あと離れしてくるわけだから、とりあえずいっぱい受けるっていうのが簡単かつ効率よく面接に受かる方法かなって思いますね。特に専修大学生はたくさんやりましょう。まあなんか ES はさっきは周りの人に見てもらってとかが、そんな数よりはちゃんと質を高める方だと思うけど、面接は割ともう場数どんどん踏んでいくが大事なんだね。大事。うわ、ありがとう。分かってまして。大体さ、ノウハウというかどんな感じで進めていけばいいかは分かったと思うんで。分かりました。なんか最後、先週の後輩としてケンティがこれからうまくいくためにとか、就活でいいとこ行くとかだけじゃなく、全てにおいてこう伝えておきたいとか、なんかね、だからさっきさ、軸の中でさ、楽しいとか言ったじゃん。それはマジで見失わないでほしいよね、うん、自分がやってて幸せって思う企業が一番大事なんで、うん。
もうなんか大企業とかベンチャーとか関係なく自分のやりたいと思うことができたらいいなと思うし、その時にちょっと気をつけてほしいのは、なんか会社キラキラしてるとか、うわなんかこの会社ってこんなことやってるんだみたいな会社単位で見ちゃったりするんだけど、実際入るとねすごいちっちゃい、全然思ってたのと違うとかなって辞めたりしちゃう人もいるんで、具体業務どういうことしてるのかとかはねちゃんと見極めてほしいなと思います。入社後のもう楽しくいけるようにっていう文脈だったと思うけど、はい、その業務理解とかちゃんと深めてたら面接の時でも具体的に話せると思うし、確かに、しかもそれが自分のこういう理念と重なってるんですってちゃんと喋れる方が結果受かりやすくもなったりするかもしれないしね。詳しいね、ありがとうってとこだから、はい、人生を考えて業務内容とかをちゃんと理解してから入るっていうのもそうだし、入るためにそれが必要でもあったりするから両方においてめちゃ大事ってことだね。ケンティ頑張れそう？頑張ります。僕決意表明欲しいか、まず星さん一通り一回頑張ってることを頑張るみたいな、口が頑張るみたいなところなんですけど、まずダイアリーをまずめっちゃ頑張る、ここ、はい、めっちゃいい、ありがとうございます、めっちゃよかった、めっちゃいいと、そこまず頑張るってところと、そう企業の締め切りとリサーチ、僕もまだ正味になんかあった会社ペッてあったらもうなんかそれペッて起こすみたいな感じだったんで、まず自分の深掘りとそこに対する行きたい会社みたいなところを並行してこの夏休みできたらいいなって思いました。専修大学の先輩本当に今日はありがとうございました。急に俺の名前専修大学の先輩になっちゃったはい、ということで本日専修大学から大手 IT 企業に内定された星さんからなんかいろんなアドバイスとかたくさんもらえたのでですけど、すごくためになりました。ほんまに、はい、お前ほんまに頑張りたいと思えることになりました。嬉しいね、はい、これからも就活とダイアリー両方頑張りたいと思うので、ぜひこれからも見ていただけるととても嬉しいです。コメントください、たくさんコメント待ってます、お願いします。お願いします、します。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、ありがとうございました。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題、志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。